はい、福島市立蓬莱中学から居酒日夜サバヤンゲームセンターさあ、ということで頑張っていきますカガー。さあ、でもね、先日はちょっと、ふざけた、オープニングを撮ってしまい申し訳ございませんでした。二度とああいったことはしません、よろしくお願いします。ということで本日はね、とにかくちょっとね、意識したことが一個あって、何かというと、これね、ちょっとボスナーさんの動画をちょっと見てて、2位で走り続けること、まあ、つまり、結局1位を狙うんだけど、あの極力2位を張る、2位で張り続けとけば最終的には1位に出れるっていう、その説をね、今日は俺も検証していきたいと思って、まあ、そもそもずっと2位でいることがめちゃくちゃ難しい話なんだけど、早速いい感じ、3位まで上がってきた、3位までいい感じ上がってきて、しかも1人避難者、はい、2位、はい、ここでキープ。ここでキープです。ここでキープしといて、最終的に H に躍り出る。俺じゃない。あー、ブーメラン戻ってきちゃったよ。でも最後の一発しばける。あ、強っ。しばいてみて。当たってる、しかも。うわ、くそ、なんであれすんだ、バカー、マジで。たこ、やばい、それは。緑、ミドさんはやばすぎる。なんか無敵欲しい。メキシコだ。あー、違うよ。うわー、あーあーあーあああ、もう絶対当たるじゃん。当たんない。でもは、もうだから、2位はどこ行ったの、2位はどこ行った、9位なんだけど、マキシマムキルも。8位、次行きましょう。ということで、本日はね、頑張って、2位を張り続けたはずだった。結果、8位になりました。次は頑張ってね、1位取っていきたいと思います。よろしくお願いします。しゃ。はーい、ということで、第2レースはドーナツヘイヤー 200cc でございます。200ってなると、とにかくね、2位とかじゃなくて、前が強いです。はい。ここ。さあ、ってことで、頑張っていきます。危ねえ、今ちょっと一瞬マイク入ってないと思って、見たらちゃんと入ってよかった。さあ、ここでもう特大に、こんな飛ぶの、これ、こんな飛ぶの、このゲーム、やばすぎでしょ、今の。どこまで飛んでいくのって話だった、今。さあ、これ解放して、もうゲームが違うんだよね、これ。まともやしのクソむずくないか。謎に用意だけど、一応ジャンピオンバンなせりつけていく、食わしていく、ゴリラに。ゴリラバナいらないか、バックスダッシュでやからがいたよ。バンバン、アイテム、2個なんか交換できてるが、さあ、ここのキノコめちゃくちゃ強いですよ。こういうことができるから飛びすぎ。さあ、一気にまた用意、サインも戻ってきた。で、使ってバカ飛ぶ、疾走感えげつない。さあ、メダル2枚、ジャンピアクション絶対決めちゃいけない。ここもガッツリブレーキ踏んで、はいはい、うわ、避けて使ってダブル交換して投げて、ここで使ってキノコで一気にまた3位まで来て、ジャンピングアクションして、うわー、飛びすぎ。使って軌道修正して、青コーラ行って譲ってる、みんな。え、ワンチャン1位ない、どこ、敵2位だった、もう分からない、分からない、このゲームは。200ってなったら何が起こってるか全くわからない。さっぱりわかりません。お、レートが、12,700 乗りました。まもなく13,000ですね。頑張っていきましょう。はい、ということで第3レースはマリオサーキット。はい。さあ、2位スタートできてるんで、これはずっと2位を張り続けやすくなってる気がする。ということで、意識して2位を張っていきたいと思います。さあ、ここ。さあ、まだこの最強走法の魅力は全然引き出せてないんだけど、やべえ、前がさ、いや、これキノコ引いちゃったけど、これは貪欲に2位を張りたい、2位を張りたい、やめて、これはもうバカ抜かれんじゃん。あ、もうドカーン、ドカーンだ、もうダメだ、俺に2位を張り続けるそもそもな走力がない。なんか最強走法とか言ってるけど、それをできないから、普通に考えて。さあ、ダブル交換して、キノコ4つ、もうがっつりいこうか、これがっつりで、前回これ失敗したんだよね。さあ、今のも、ジャンピングアクション入れない方が良かった、本当は。
さあここで1個交換して OK、 ナイス1個交換。さあ4位まで戻ってきたね。いいよ。あー強い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 。これ最後抜けるわ。さあ1回ここで1個使って、危ない危ない危ない、ダブル潰しといて、さあ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 何来る。あーいいね、キノコ、キノコここ強いんすよ、絶対避けたい。俺のキノコを取るな。ダブル取る、またキノコ出せ、全員見ましてやるの。ここでかいくぐっていく。よし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 、まだ戻ってるよ、まだ、前方集団、先頭集団に食らいついてる。ちょっと今ガバっちゃったせいで、やっぱ地図見るとガバるわ俺。気づいた自分の、うわここで来るか、ここで雷が降って打開してるやつはいなそう、いなそうだ。さあここでできるメダルを取っていきたい。踏まれる、踏まれたくない。ちょっと外開いて、これスターどうぞ、スターどうぞどうぞ、いいっすよ先。ダブル取って、さあ強いでもちょうだい。あーいいね、これ最後抜けるわ。やめて、後ろからすごいいっぱい来てる、後ろからすごいいっぱい来てるから、ここで。はい、ということで第4レースかな、動画の尺的は第4レースですね。第4レースは骨骨砂漠でございます。最近もねレースを忘れて、毎回あの収録時間を見て判断するようになってきてる。さあここさあ、でこれお気づきでしょうか皆さん、なんだかんだ全部上位に入ってるっていうことをね。それはやはりこの、2位を意識した走り、2位を張り付ける走りを意識してるから。ちょっと、はい、2位1位出ちゃったけど、まあ1位でもいい、1位か2位、結局は1位か2位かみたいな、うん、俺か俺以外かみたいな話ですよ。さあブレーキして、しっかりこれもうバナつけちゃう、ケツにケツにバナぶち込んでメダル回収しながら、ここら辺に仕掛けといて早めに来るよね。さあクラクション引いた、 OK 熱い。でインドリグッツリかまして、でここもガッツリ決めていく、ガッツリ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 、インドリ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 、いいね、いいコース走ってるよ。さあ後ろから来てる赤コーラだね、あれ赤コーラ来てるから、赤コーラ持ってたね今一瞬、見えたよ見えたけど、これはまだほじっとく、ほじっとくっていうかほじるしかない、使ったらこうバカだよこれ使ったら。でここはこの後ジャンプアクションあんま決めない、決めずに行く。んで多分この辺でそろそろコーラ投げてくるっしょ。さあここでメダルを取っていきたいんだけど全然取れてない。さあここで取る、これジャンピングアクション決めて決めて、ダブルは潰す。オッケーオッケー、おーオッケーオッケー、うまいうまいうまい、今のめっちゃうまい。うわーしかもトゲ来ちゃったよ、最悪なタイミングで、結局これで俺が2位を張れると、はい、こういうことなんですよ結局は。結局ここで俺が2位を張って4位になってるけど、3位ね、そうそうそう、こっからなんですよ、こっからもう一回トゲが、トゲとか来たりして、なんだかんだ最終的に俺が1位になるって、そういうムーブです。はい、そういうムーブを今日は意識する。OKOK。で、ここでインドにガッツリ、ザンズリ、バンジリ、バーンゴリ決めて、で、ここで投げる。ダブル取りたかったが、これ一人しばける。バーン、なんで前投げちゃったの、もう、だからそういうとこ。最終的には、赤コラ俺じゃん、絶対。あ、ほら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 、言ったじゃん。うわーそっち取んなお前、ダブルだろどう考えても今の。もう本当に本当に分かんない、この人たちの動き本当に分かんないわ。絶対これなんかしら当たりそう、絶対当たりそう。うわすごい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 、はい6位。はい、ということで、おまけの1レースは、こちら猿の惑星ジェネシスでございます。久しぶりにここが出た気がする。うん、最近全然ジェネシス引いてなかった。前はもうジェネシスばっかりやったのね。ここ。さあ、ということで、かなりね、2位を意識した走りはできてきたんだけど、最終的なとこで毎回ミスってしまう。そこをどうにかしていきたい。さあ、シティリーを決めたい。あ、ちょっと失敗した。なんで俺、今、ジャンピングアクション入ってたらシティリー決まってましたね。さあ、停車がこれしてるやついなかった、今。気のせい。さあ、できればこのインドリ、インドリから。インドリからこの骨クッパちゃん追いついていきたい。さあ完璧ですね。さあバーしっかり加えした走力で、走力で抜いてった今、完璧な走力で抜く、抜く走りをした。さあここでバーナス狙ってきてるからそんな当たるわけがない。さあここでガッツリインドリかまして、ジャンピングアクションでバックスだ、バックスだ、当たってないか。さあこれもつけちゃう、後ろ近いんでつけちゃって、何持ってる、バナか、バナっぽいな、バナスだけやめようぜ。何をやってんの本当に、ほらなんで、なんで今ちょっと俺ちょっと実は今ブレーキ踏みました、ちょっと落ちるかなと思って、入車角がちょっとよろしくなかった、もうそういうとこなんだよ本当に、本当にそういうとこで、ここでシティリー完璧に決めて、ここでスター吐きながら、
さあ、おこらも行った。またなんか、あれ、ラグいのかな、ラグい人なのかな、あれ。なんか、さっきはすごい動きすんだよ。で、1、逃げすぎじゃね、アイテムバカ強い。これ強いぞ。これ強い。で、前、クラクションだから、ちょっとあいつ気をつけたい。これどうしようかな。クラクション使った？使え。使えよ、早く。さあ、ここでスター吐きながら、ワンチャンここで雷が、来るかなと思ったけど、こ来ないね、これ。もったいないことしちゃった。さあ、ブーメラン気をつけない。バックスの警戒。あがこれ俺だね、これ。はぁ、どうすれば上がれんだ、こっから。メダルもないし、もう一回シティ決めるしかない、これは。うわ、これ絶対一緒に投げてくんじゃん。来ない。シティ決めるが、耐えてくる。よし、耐えた。そして雷が来る、こっから。そしてこっから雷が来て、俺の勝ち確ムーブが始まる。さあ、キノ。害悪すぎる。これキラー当たったら俺ほんと泣くよ、もう。そろそろさすがに泣く。またなんか、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。がっつり、がっつり、がっつり、インドリで、インドリで、総力で抜く。うわ、アイテム取れないのは沼。終了。頼むからなんか、なんか起きろ。もうボムで全員、ほらほら、そういうこと、そういうこと。いいね、いいね。荒れてる、荒れてる。めちゃくちゃ荒れてる、めちゃくちゃ荒れてる。めちゃくちゃ荒れてる中で俺は自滅。はい、ってことで、最終レース。本日ね、この後ね、ちょっと用事があるため、もう、動画にするかわからないシリーズはなし。最終レースでございます。絶対に1位を取って終わりにする。結局2位を張りしてね、ここ。さあ、ってことで、まず2位を、張り続けるためには、まず必要なこと、それは、メダルを回収すること。それさっき、今わかった。というのはもうメダルがないと結局追いつかないんで、これ絶対バーナー置いてくるやからがいいんだよ。でもさすがにみんな最初置かないでしょ、バーナーは。さすがにね。さすがに置かないからね、ここはしっかりと小を使っていく。OK、うまい。アイテム取れてるし、今の。取れてない。さあ、メダルでも取れて、ジャンピングアクション決めて、ここもね、だいぶ上手くなったんですよ。本当はドリフトしながらやるのは上手いんです。早い方なんですけど、さすがにまだそれちょっとできなくて、今その、中間段階ですね。さあ、ここで風もらいながら、OKOKOK、素晴らしい。OKOKOK、いいよ。で、メダルも取るじゃん。で、ここはちょっと無難にこっちからいきます。キノコ使って。うん、OKOKOK、ゴイゴイゴイ、いいよいいよ。で、これ1個交換しましょう。1個交換して、ここのメダル1個取って、ケツ防御して、OKOKOK、なんだそのヨッシーは。何をやってんの？さあ、メダルも9枚になってきてる。いいよ、悪くない。非常に危な。このスプラトゥーン受けながらでもちゃんとショーツカッツ決めれるっていうね、成長。さあ、で、青これ避けて、ジャンピングアクション決まらない。さあ、食らってる。さあ、これ1個投げてみよう。これ多分当たんないんですけど、ここ。当たんなくて、なんだろ、1位に当たんないかなって思いを込めてぶん投げてみた。だ。で、これで俺は無防備になった状態で、やばいっていうね。はい、これやばいです。こうなってくると、まただよ！全部自分のミス！全部自分のミス！なんでそこ行った？無理せずに行けよ、マジで！さあ、やばい。キラーが来てる。危ない。避けて、このキノコはどんどん使っていく。というのも、ここで雷降ること結構あるんですよ。で、こいつのアイテムが暴力的すぎる。暴力で、俺はこれはダブル取りに行く。ここはダブル取りに行って、なんか奇跡を狙う。ここに置いとく。後ろ隔離してきてる。素晴らしい。で、最後のアイテム勝負になってきます。ダブル取って、パックは最悪。いや、しかも、イカ食えなかった。うわ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 。がばりすぎ。がばりすぎ。危ね。あ、これ避けて。で、結構落ちてるみんな。落ちてんじゃない？ダメ。よい。全部自分のミスだよ。お前は。お前はいつだっても全部自分のミスで全部台無しにする。もう一回だけやらせてください。ごめんなさい、最後はちょっと僕の、今まで全部自分のミスで台無しにしてきたんで、最後はそのミスなかった場合どうなるかっていうのを、皆さんにお届けしたいと思います。ってことで、ミスをしない。ミスをせずに高校2位を張る。スタート！ってことで、ミスをしない。ミスを絶対にしない。ミスはやめよう。ミスは命取り。さあ、まず欠防御。OK。素晴らしい。さあ、2位張れてる。理想の展開。で、ブレーキがっつり踏んで、ウルトラミニターボ解放して、さあ、ヨッシーが後ろから来てる。これミラーなんでね。ジャンピングアクション決めてちょっと追いついていきたかった。さあ、ここのダブル取れるからシングル取って。ミラーだからちょっとわかんねえな。レインボーロードのミラーとか久しぶりに引いた。さあ、ここで。あいつ多分向こうから。まあちょっと一回様子見で普通に行きます。一回普通に行って、ここでみんなと遭遇して、あいつ落ちるシングル。ミスなく！ねえ！ミスなく！ミスなんだ結局全ては。
やばい、これファイヤー絶対よし、ちょっと待って、もらいきのこない、もらいきのこ全部ない、な、何してんの、何してんのあいつは。さあなんか食わせて、とりあえずさあメダルをとりあえず取って、もう一回立て直します、立て直します、しっかりと立て直す。さあ、ウルトラミニターボできてないな、そこが唯一だから良くないんだよね。でここショーツカつかまして、でダブルアイテム、ダブル交換、さあバグボックス、さあいいね。でもスターで、3打1回出てるんで、まだここ出ない、ここ出ないから、ここだったら多分で、ここで使うで、1回なんで全部そこ落ちんの、マジでなんなの。頑張れ静江、頑張れ静江、頑張れ、お前ならまだいける。さあここでもう緑コラぶち投げて8位でしょ、まだ全然いける、全然いけるよ、しばく外した、しばく。いやー俺結構スナイプうまいと思ってたんだけど、さあここで、がっつり追い上げてくる。もうやめてよ、俺の唯一のさ望みの超使っ用のさ、お前キノコをさ、ここで、ここでもう一回スター引いて入ってよ、入ってよ、でここでもうそれ落ちたら、このマグリで、でここで着地した瞬間に使うで、1位取る、これでいけ、抜け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 、いいぞ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 。よしこういうことですよ、はい、2位を張り続けることっていうのはこういうことです。はい、皆さん検証結果出ましたね、やはりね、一番強い最強投法はキラーでございます。キラーを皆さんしっかり使って勝ちましょう。はい、2位を張り続けるよ、キラー、とにかくキラーでございますこのゲーム。はい、てことでね、もうあまりの出来事にもう言葉失って、最初自分が何か分かんなくなったもん。もう数字目で1位じゃんみたいな。やっぱキラーだね、キラー、そして、スター、こうやって無敵アイテムがね、やはりね、どんな時代においてもやっぱ無敵に勝るものはない。はい、ということで皆さんもぜひね、無敵アイテム有効活用ね、頑張ってください。ということで、本日はデスターイボックス第3弾引かせていただきたいと思います。本日のデスターは抽選、はい、できました、26,771番。はい、できました、茨城県立伊田子高等学校3年 C 組の皆さん、おめでとうございます。呼ばさせていただきます。伊田子ってね、ものすごい難しいで、ね、塩に、ね、あの塩か、塩に来ると書いて伊田子、はい、伊田子高等学校ね、呼ばさせていただくのでね、お見逃しなよろしくお願いします。ということでね、動画面白かったらね、チャンネル登録と高評価ポチってください。そうすればね、ちゃんと、真冬でも、タンクトップでね、ゲーム実況できるようになっておりますので、ね、よろしくお願いいたします。またね、22時の、ゲーム実況でお会いしましょう。ブワー。